さ6番手から上昇を見せて4番植木隆関東ラインがまずは1番新村へと並んで抑えて先行です。この4番植木の動きに合わせて残り打掌の周回を切ったところで2番の駒井大輔合わせていきます。2番の駒井が今度は4番の植木隆のライン直後3番手から5番手最強ラインが上昇を見せます。打掌前今度は2番駒井大輔の主導権と変わって鐘が鳴りました。残り1周半マークに7番斉藤茂明地元東京両者の後ろ6番岩渕優太最強ラインができて縦1列残り1周を迎えます。ホームストレッチペースアップは2番駒井大輔です。マーク7番斉藤茂明6番岩渕優太最強ライン依然前段です。2コーナー4番手からまくる構えは4番植木隆関東ラインが4、5番手ですがこの後ろ岡山勢はまだ6、7番手3コーナーで4番手からまくる4番の植木隆さあ2番駒井を目がけて3番手から2番手7番の斉藤へと並んでくる岡山勢はその後ろ4コーナーから直線先頭今度は4番の植木か植木隆が広がってゴールイン